今回は、ナルトがやってきた悪霊を過剰書きにすると衝撃的な真実に気づいた読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。性格悪いと思った理由。顔祝いのいたずらとかはわかるけど気に食わないってのが理由でサスケに突っかかったり意地悪したり貶めようとする。桜が好きだから桜に気に入られるように頑張ろうとするのではなくここ先が邪魔者のサスケへと向く。長寿が初めて登場した時デブって説明してたり、鹿丸とかにもあんまいい感じのこと言ってない。サスケ奪還編の時に長寿を隊に入れることを拒否る。サイがサスケの代わりに第7班に入ったことに納得いかずに冷たく当たる。サイも失礼なこと言ってるけどどうしてお前はそういうことを言ってくんだ。って切れてるナルトも大概サイに失礼なこと言ってる。ナルトは成績もドベで里中中厄介者扱いされて嫌われてたのにナルト自身もできない奴や嫌いな奴に冷たいよね。そこが斬新。似たような境遇のキャラに優しくする主人公じゃないんだみたいな。まあそう性格には性格悪いというより性格良くないって感じかな。ナルトのこういうところ嘘っぽくなくて好き。桜を好きな理由って結局はサスケありきだから桜に好かれるよりサスケにちょっかいかける方を優先するのは筋が通ってるとも言える。桜が好きだから桜に気に入られるように頑張ろうとするのではなくここ先が邪魔者のサスケへと向く。これに関しては桜がそう言ってる以外にそんなに描写あったか。断層のいたき語り並みに切れてるなこのサスケ。創作ならいざ知らず基本は一人の人間の中に植えであげた要素が混ざって出力されるものだと思うからガーラに共感して寄り添える一方で長寿を平気でディスるナルトってリアル。性格良い悪い動向よりなんというか人間らしいよね。なんか現実みたいに優しい悪いでじっぱ人からげにできない凹凸がある感じで里の大人に対してもまあいたずらばっかしてた俺も悪かったよなとは思わないのはいい性格してる。ナルトはこの辺リアリティがあるというか結構好き清廉潔白な人なんていないし、どんなキャラにも美点欠点が書かれてるとこが。割とただのいたずらじゃ済まないようなこともしてるんだけどそれらひっくるめていたずら小僧で住んでるのはさすが忍びの里というべきか。闇ナルトの主張もナルト視点で作られてたものって感じだもんな。初期のナルトはマジでクソガキだからな今こんな主人公でスタートするのまず無理ってレベル。炭治郎みたいに根っからの成人属性じゃないところが逆に葛藤や成長を経て最後にほかげにたどり着くまでの物語に説得力や読者からの共感を持たせてるんだと思う。そこまで？いたずらとかはやりすぎだけど対人の態度は今見ても素直だし落ち着きのないやんちゃなガキくらいじゃない？サスケに化けてやらかそうとしてるのがすでにそういう描写では？特にサイに対するお前を仲間と認めない宣言は里の皆に認められることを目指してるナルトが言うことで本来の言葉の意味以上のパンチが効いてると思う。個人的にサイへの異様や当たりの強さはちょっとひどいと思う。あの頃のサイがいくら空気読めなくて感情が死んでるからってさすがに初期7班で一番まともだったのサスケだよな。ライカゲとのやりとりで自分が一番に復讐するはずなのに動機が黙っちゃいないとか言い始めるしなんかね。これに関しては性格悪いというよりとっさのハッタリが上手くて小賢しいだな。俺はナルトのこういうところ好きだな。真正面からストレートに切り込む説得もできるしこういう場面で相手にひるまず駆け引きもできる。まあ聞かなかったんだけど。まあナルトはレスバ結構強いからな。まあ真面目にあんな里ぐるみのいじめ受けてるような境遇であのレベルのクソガキで住んでたのが奇跡だと思うよ。イルカ先生なり一楽のおっちゃんなりちゃんと接してくれる大人がいると言っても、極少数いるからって普通に大人から陰口叩かれながら生きてたら性格歪むわ。そもそもいじめのような境遇受けてたし多少口悪くてもしゃあない。あれはあれであの境遇であそこまですれてないのちょっと謎なんだよな。一で挙げられてる性格が悪いと感じた行動って老いたち関係なくナルトの元の性質な感じもする。長寿もサスケもサイも別にナルトをいじめてないしただそういう癖のある部分がなかったら自分は今よりはナルトに魅力感じてなかったな。むしろナルトってそういう老いたち由来の歪み方はほとんどなくないか？イルカ先生に救われる前からイルカ先生にも三代目にも水木先生、猫かぶりモード、あたりにも人懐っこいし、同級生たちに対しても卑屈になることないし好きな子にも積極的に絡んでいくし素直だよね。炭治郎のは正論の刃って感じじゃね？ナルトは割と我欲だったり悲観的暴言って感じする。確かにナルトの方が我欲やかまってちゃんな部分はあるな。等身大のクソガキを書いてる部分はあると思う。まあどっちがすごいって話でもないけども言うて新旧7班で客観的にまともな性格してるのだら戦火大和隊長だけだしな。
時点で改心後の際、致命的に口悪いけど感想は行動自体はほとんど納得がいく。いろいろ言われてるが、そんなナルトたちが長としても親としても導く側として立派にやってる姿を見られるだけでボルトという作品に一読の価値ある。クソガキ反抗期を脱した後のボルトはなんかもうメンタル完成されすぎてナルトに求められていた読み味とは全然違うけども、ボルトになってもバースデーケーキで失敗したり娘に刀を向けたりと漫画主人公としての愛嬌を失ってないのよね。渇きのことでも失敗してるし。大人になっても間違いながら進んでいくのはナルトらしくて好きだわ。だらせんまともかな。待て待て、娘に刀向けたのはサスケだってばよ。ひどい濡れ衣だってばよ。どっちもひどいが、まさか娘が来るとは。露知らず気を張り詰めてる長期任務中の快適直後に同様の敵だと思い違いして刀を向けた父親よりも、ちゃんと娘の誕生日だって分かってて約束もしてたのに本体は仕事優先して影分身で参加する父親の方がひどくね。目クソ鼻クソだってばよ。ナルトはルアガキはやめろ、家族を避けて仕事に逃げてる部分があったってのはちゃんと原作者の言で証拠が上がってるんだからな。その三人に懐いていたのは差別せずに優しくしてくれる貴重な大人だったからだろ。水木は演技だったけど、誘拐はないかで言ったらナルトはこういうこと言う、案外愚痴が達者でポンポン言葉が飛び出すんだ。でも愛嬌があるラインギリギリのところで収まるよね。第一印象悪くてまだどんなやつかよくわからない時点のカカシに対しても、あのサッパーのサッタシー、依頼人のタズナにも初対面からフレンドリー慣れ慣れしいし、でサスケやサクラと比べてもわかりやすく人懐っこいぞ。大人からわけもわからず目の敵にされたり虐げられてきたら普通に考えたらまず、この人はどっちだろうって警戒から入りそうなものだけど、ナルトは前編通して初対面の人に対してオープンだし距離を詰めるのが早いしうまい。綱出のこともかなりボロクソに言ってる。内容は大体合ってる。これに関しては周りもナルトのこと初見でバカにしてるからお互い様だと思った。正直ナルトは演じてるところがあるかなと思う。なんだかんだ言って空気読めてるような描写もあるし、人のことを結構よく見てる。ナルトは見下されたりするから舐められないように突っ張る癖があると思う。口元が不学にあるなこのナルト。カカシの犬にこんなのいなかったっけ。ナルトの教授に対する接し方や発言はわかりやすい。自分より下を見つけて安心するやつ、なんだけど。ナルト教授しかマルキバら辺はお互いがお互いにこういう感じだからそこまで嫌な感じしないんだよな個人的に。息子のボルトの様子を見てると親生きてたら生きてたでこじらせてたんだろうなと思う。まあ一番若くで就任してる4代目ホカゲの息子だからな。4代目の際の頃にはすごかったのにナルトは。とか言われそう。ナルトはナルトで港の才能はあまりついでないから仕方ないんだけど、まあこれは男子だからかもしれないし、あのメンバーだからかもしれないけど、裏表なくて直接言い合ってるからってのはあると思う。ナルトは性格どちらも持ち合わせてるんだよ。ナルトがっていうか NARUTO のキャラが大体そんな感じ。他人の大事にしてる盆栽を金槌で殴って壊す、見てよ霊の子よとひそひそ言う女性に注意した男の頭に湯気の出てる熱々のラーメンぶっかける、この二つは原作終盤で書かれてる幼少期のナルトのいたずらよ。それで敵他の話が結構進んでからじゃなかった。 NARUTO のキャラは大体そうだね。本人の前でここまでズケズケ言うの笑う。綱出って陰剣か他浜、まあ、うん、はい、そうかもわからんけど本人の前で言ってたのか。最初のコマの左下にいるじゃん。まあ陰口的な演出さはないよな。明るいけどほのぶらさ抱えて繊細だけど悩みながらまっすぐ進むナルトと暗く見えるけど素直で迷走しながらも有言実行しまくったサスケ、対照的だよね。改めて見ると、才の時といい、なんか5歳を嫌がる子供みたいな反応してんなって思った。え？何それ。サスケの後釜に才が入った時も反発してたでしょ。サスケ、3代目のじいちゃんがいい、代わりなんていらないって心理かなーって。綱出に対してはそんなにひどくないけど、これそういうガチな場面に見えない。むしろ綱出本人の前でボロカス言えるのはある意味抱いてるように見える。司祭の件は忘れられがちだけど、何も悪くない才を一方的に否定したんじゃなくて認めねえ発言の前に才の方から散々ディスやら態度悪かったりやらがあったからだぞ。自分には才がどうのって以前にサスケの代わりが来るってこと自体が嬉しくなさそうに見えた。それはそうだろうけど、暴言吐いたのは先に才が暴言吐いてきたからより強い暴言で応酬したんだって認識だった。
それが外に出るのは褒められたことではないのかもしれないけど、子供だし仕方ないかなって思う範囲だよ。妻も妻でも大概だったし、あんなひどい目に遭ってきた子が聖人君子だったら他の奴らがあまりにカスすぎるし、いたずら坊主くらいで済んでるのが奇跡的。性格そっくりなクシナの趣味が悪ふざけだから、いたずら好きは生来の気質っぽい。親が生きてて迫害されてなかったら他人家の植木鉢割るとか本当に立ち悪いいたずらはやらなかったとは思うが、やりすぎたらあの母ちゃんが黙ってないだろうし。皆さんは、ナルトがやってきた悪用を箇条書きにすると衝撃的な真実に気づいた読者の反応集についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。